ワンアウト一塁二塁。ここで山田コーチがゆっくりとマウンドに行きます。頭痛いでしょう。ね、岐阜での継投の時には中日が打つ方がつながってビッグイニングの7点取ってますんでね、はい、今日は1点差のクロスゲーム。岩瀬は結構頼りにしていたと思いますが、星野監督立ちました。新庄に誰を持ってくるんでしょうか。小池翔通、本来であればね、落合投手なんでしょうけども ね、でしょうね。影の昨年は MVP と星野監督に言わしめた落合ですが、今年は阪神戦にやられています。落合英治がマウンドに上がります。さあ試合の方が盛り上がってまいりました。7回の裏阪神の攻撃、甲子園球場から生放送です。マウンド上に落合が上がりました。名古屋の3つ目でブロワーズに打たれ、そして大砲にも、ね、つい先日打たれています。昨年55試合を投げました落合英治、今シーズンもすでに14試合です。どうぞ。落合投手なんですがね、マウンドに上がるときはいつも普通に普通にということを心がけているんだそうです。はい。これは音選手の奥さんから言われた言葉だそうでして、帽子のひさしの裏にもその普通にという言葉を書いてあるんですが、まあ、このタイガース戦ということでマウンド上でどれだけ普通でいられるかというところだと思います。名古屋テレビの佐藤雄二アナウンサーからリポートが入りました。しかしこのぐるり5万3000も含めてなかなか佐々木さん普通にはね、はい、難しいでしょうね。そうですね、まあ、彼が、まあ、去年までもそうなんですけども、はい、常にねそういう気持ちで上がってるんでしょうけども、普通にという意識するということは普通じゃないということですからね。落合初球攻撃は2桁10安打、同点打を放ちました。新庄の初球攻撃鮮やか。サードゴメスのグラブちょっとかすめたかなと思ったんですが、記録はヒットです。いかがでしょうか、岡本さん。昨日の出来事また今日も見てるみたいですね。ですね、昨日まあ勝ちはしましたがゴメスね、はい、やっぱり体の前で止めてっていうことがちょっとできなかったんですね。特に三塁手はね、同点に追いつきました。ヒットの数でも倍になりました。打席は4番のブロワーズ、ワンアウト一塁二塁。3回にショートゴロの間に走者を迎え入れました。そして突破口となる6回のセンターへ左へのツーベース。前の打席でも打ってますし、そしてチームに今勢いありますから、はい、ただその中で山本昌の入ってくるアウトコースと逃げていくアウトコースのこの差ですね、はい、ストライクツー。だからこれがちょっと遠く見えるのかもしれませんね、今のもだけど、はい、メジャーでやってきたプレイヤーだったら、はい、ちょっとはその半歩グッとこうベース寄りにね、はい、自分を移動するっていうそういう勇気っていうのはこのケースは必要ですね。外外ツーストライク、得点5対5、ついに阪神が追いつきました。新庄のバットから
城今日2打点の活躍、守っても本当に普通に見せてしまうファインプレー、2度3度ありました。山本、中山、そして岩瀬、落合、防戦に入っています。タイムかかりました。バットが回っている、キャッチャー反らしている、ランナーがそれぞれ進塁する、振り逃げ、お、キャッチャー後逸しています。2アウトになりました。三振でそれぞれ進塁、二塁三塁、いやーこれはしかし大きいですね、二塁三塁ね。だけどこれ2人を考えると思いますがね、ジョンソン、次今岡、今岡、だからどっちがお前に対して相性いいんだっていうことの話し合いでしょう、進塁ワイルドピッチでいいんですよね、進塁ワイルドピッチ、二塁三塁、ワンバウンドの送球でした。ブロワーズ三振でジョンソン、どっち行きますかね。ツーアウト、二塁三塁、落合新庄のサードへのヒットで同点に追いつかれてしまいました。1球か2球で決まりますよね、はい、1球か2球で大体1球か2球、はいはい、まあ、歩かしの方が多いですね、この状況ですから佐々木さん、はい、落合普通をキープする、そうですね、ボール2です。なかなか厳しいものがあるでしょうね、予想得ないですよね、なかなかね、どうしてもその気持ちというのが表に出てしまうと思いますし、で今のボールもですね、まあ、確かに際どいボールなんですけども、はい、不満をこうね表情に出す時のピッチャーっていうのは必ずしも調子が良くないんですよ、はい、だからこれはもう監督が一回ね間を入れに来てあげてもいいんですね、バッテリー間でちょっと頭カッカし始めてますからね、今ちょっと中村が間を置こうとしたら、はい、もう星野監督がやめろと、あ、そうですか、ノースリー、ただバッテリーは中日バッテリーはジョンソンと勝負してますよね、ですよね、3安打している今岡選手の方が嫌という感じなんでしょうかね、はい、今日猛打賞です今岡、八木は三振の後坪井、和田フォアボール、新庄がヒット歩かせます、2アウトフルベース、そしてブロワーズが1塁2塁で三振、ワイルドピッチで2塁3塁へ進みました。ジョンソン勝負に行ってノースリー、ここから意図的に歩かせました、2アウトフルベース、さあ猛打賞の今岡です。流れは阪神の方に来ています。ここで中村が星野監督のもとへ行きます。だからこういった間がね、はい、私はあのジョンソンの2球目に取ればよかったと思うんですよ、監督は別にそのベースまで来なくてもいいわけですから、呼び寄せてね、はい、で何も話しなくてもじーっと
時間だけ取らせて、はい、静かに刺すような気持ちにして戻せばよかったんですよね、はい、もうバッテリー間でも監督もって同じようになってみんなもう、頭がパニックになってるわけでしょ、はい、ショートにくじを入れますね。福留を引っ込めます。防戦に入りましたドラゴンズ。首位のドラゴンズ中盤以降阪神の追い上げにたじろいでいます。前を置きました。そしてテコ入れをしました。これ野球中のおかしなもんでね、変わったところにボール飛んでいくのがもう、なるほど、すごく多いんですよね。多いですね、2アウト満塁。初球攻撃ファールボール、ワンストライクノーボール。試合の最大の山を迎えています。ライトへ、レフトへ、そしてライトへ。今日猛打賞の今岡。リズムを整え出した阪神ファン。ファルボール。7回の裏、新庄、記録上は新庄にもついているレフトへのヒットで5対5の同点に追いつきました。しかしこのイニングも坪井が粘ったフォアボールが効いています。バッター今岡、サードゴロ、目の前のベースを踏みました。今岡サードゴロ、満塁の走者残塁です。しかし新庄のバットから同点打が出ました。7回裏、5対5、阪神が追いついています。 ABC の速報をお知らせいたします。